第六十七回文化財防火でトークイベント災害から守ろう私たちの文化財のライブ配信を開始いたしますどうぞよろしくお願いいたしますはじめに独立行政法人国立文化財機構理事長奈良文化財研究所所長の松村よりご挨拶申し上げます皆さん こんにちは独立行政法人国立文化財機構理事長および奈良文化財研究所長を兼任しております松村と申します本日の文化財防火でトークイベント「災害から守ろう私たちの文化財」の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 今週のの月26日に、第67回目の文化財防火デーを迎えました。この文化財防火デーは皆様ご存知のように昭和24年1月26日に発生しました法隆寺金堂の火災と壁画の焼損を契機に昭和30年に始まったものであります。 火災の翌年の昭和25年には、現行の文化財保護法が制定されたことでもよく知られているところであります。防火デーの1月26日には全国各地で文化財防火の訓練や講習会などが行われ、文化財防災に関する意識の高揚を図る日となっております。 さて今年はあの甚大な被害を出しました東日本大震災から10年の節目を迎えます東日本大震災では多くの文化財もまた甚大な被害を受けましたその後も毎年のように集中豪雨や台風による文化財の被害が 相次いでいででるところでありますさらにフランスのノートルダム大聖堂の火災や沖縄の首里城正殿の火災も記憶に新しく火災を報じる映像はとても衝撃的なものでありました。そのような中私ども国立文化財機構は東日本大震災時の 2年に及ぶ文化財レスキュー事業の経験を基盤といたしまして平成26年から広く国内の博物館美術館図書館などで組織される団体や地域資料ネットワーク各種学会などと文化財の防災に関する全国的なネットワークの構築と連携強化に努めてまいりました。 さらに昨年10月には常設の組織といたしまして文化財機構内に文化財防災センターを新設いたしまして本格的な文化財防災の活動に着手する運びとなりましたこれまで文化財機構が取り組んでまいりました文化財防災の救援支援活動は 美術工芸品などの動産文化財を対象としてまいりましたが新設の文化財防災センターではその対象の範囲を歴史的建造物や無形文化財にも広げ多様な文化財の防災に取り組むことになりました。皆様ががお住まいのの地域にも多くの文化財が 守り伝えられていることと思いますそれらの文化財は地域の歴史文化の承認であり地域の誇りや活力の源泉にもなっております頻発する災害からそうした文化財を守るためには地域や社会で考え支えていかなければなりません文化財防災センターでは 文化財機構内の国立博物館や研究所と一体となってまた地方公共団体や関係団体の皆様と連携いたしまして文化財の減災防災のための事業を実施してまいります本日はそうした取り組みの一つといたしましてこのトークイベントを企画させていただきました 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、緊急事態宣言が発出されている地域もある中でのオンライン開催となりましたが、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。このトークイベントでは、文化庁、奈良市、奈良文化財研究所、そして文化財防災センターから防災に関する、 各種の取り組みについてお話をさせていただきます今回のトークイベントが地域の文化財をどのように災害から守るのかということを考えていただくための一つに一つの機会となりますことを記念いたしまして私の挨拶とさせていただきます本日は皆様どうぞよろしくお願いいたします